はいどうもこんにちは、ツナカンです。今回アンガリムズやっていきたいと思います。今回のマップはホリデーリゾートです。今回はっていうか、はい、このマップはね、結構もうルート紹介とかしてるんで撮る意味あんまないんですけど、まあね、はい、このマップになってしまったのでやっていきたいと思います。はい、今回は珍しくですね、なんか動画撮ってるんですけど、ですね、なぜかむっちゃ連敗してます。連敗っていうか落下死とか、まあ勝率には入ってないんですけど、まあ、そういうのでね、なってます。じゃあこの人たちを追い抜いて、これを取って、ああ入ってなかったな、もう最悪。やばい、悪行取られるわけにはいかない。この人が何も持ってないことになる、何も持ってないことになって、あ、このレアチェストをね、痛い、やばい、来てるバレたか、まあいいや。はい、ですね、まあいろいろ話したいこともあったので言わせていただきます。まあよく自分はですね、テクスチャーパックをくださいって言われるんですけど、自分のテクスチャーパックはですね、うおー、敵いた、今、やば、なんで剣入ってない、くっそ、最悪。じゃあちょっとこっちのルート行きましょう。逃げます、逃げます、バレませんように。あ、オッケー、試験ですね、オッケー。じゃあ敵倒しましょう。おー、カワフル装備、え、ラグい、ラグ、ラグ、おお、危ねえ、ラグってましたね、あの人、ラリってました。はい、で、言われるんですけど、まあ自分のテクスチャーじゃないのでなんていうんですかね、全部自分で書いたわけじゃないので、まあ許可を取らないといけないわけでして、それがめんどくさいのでやりません。はい、おお、バレてないはず、いや、バレてなかったはず、それを信じて。浮いてるし、この人戦いづらい。くそ、うわ、最悪。あ、でも勝てますね、よし、 GG。 あ、ダイヤ持ってると思ったけど持ってなかったですね。まあ大丈夫です。で、あとはですね、 1.7 にしか、MCSG が対応しなくなりました。まあ多分ちょくちょく最近再起動かかったのはそのせいだと思います。はい、まあそれのおかげで結構ラグくなくなったのはいいんですけど、一時期なんかあれでしたね、むっちゃ腹減りが早かった。 1.7.2 だと、腹減りが異常じゃなく早くなってたんですよ。まあ、それがですね、今は多分なくなってるはずなんですけど、多分 MCSG さんがプラグイン入れたと思うんですけど、はい、まあそれだったのでね、本当にもうあの飯の腹持ちがいい肉であっても、30秒走ったらですね、もうね、急に減りじゃ始めて、大体、あ、取られてる、大体ね2分は絶対持たないですね。2分ぐらい経つともう走れなくなります。あ、ここも取られてる、結構常連さんっぽいですね。それか僕の動画を見てくれた優しい方か、どっちかですね。はい、で最近ですね、ほんとチャンネル登録300人って、まあ、結構前ですけど、そっから最近あんま増えないです。はい、あ、ぜひ今動画見てる方いたらチャンネル登録の方をお願いします。はい、ではね、やっていきましょう。あと何か言おうとしたんだけど、あ、そうだ、自分は、編集の時に声を上げてるんですけど、普段っていうか通常の状態だとですね、確か、100だとですね、全く音楽の
音楽を 5% にして、自分は声を 400% にしてるんですけど、400だっけ250かなんですけど、声の大きさはどんぐらいですかね。他の実況者さん見るとそこまで大きくないような気がするんですけど、まあそこら辺教えてくださると嬉しいです。でコメントはやっぱりあれですね、 GG とかウポツとかそういうコメントよりやっぱ身のあるコメントっていうんですかね、何々こうして何々するのうまいですねみたいな、そんな感じのコメントの方が自分的にはねすごく見てて嬉しいですね。でまあコメント GG とか残してくれる方も普通に結構嬉しいんでね、はい、まあそういうコメントでもいいの何でもいいのでコメントとか高評価とかチャンネル登録お願いします。はい、であんまり知られてないと思うんですけど、僕は一応ですねシャドウとマイケルに一応入っています。はい、まあ初めはクラン入る予定は全くなかったんですけど、まあねたまにはネットの人と交流するのもいいかなって思ってまあ一応入ってるんですけど、活動はほとんどしてません自分、理由はまあね、はい、他のまあねネットじゃない人っていうのわかるかなと、スカイプとか話しながらマイクラやってるんで、あんまそのマイケルとかシャドウの会議には行けないんですけど、まあ一応入ってます。あでも 1.7.2 になってからやっぱ若干腹減りが早い気がしますね。100ポイントのバウンティー、レコード、いやそこまで強くないけどなんか裏ありそうですね。あちょっと UTC 作りましょう。もう2人死んだ、こっちの方ですね。で自分はねレーザーっていうかナーガ好きです。レーザーが出してるまあナーガっていう、あれですねチームか、くそチームか、まあ早めに倒しましょう。今ここに敵いた気がしたけど気のせいだよね。お、いたらどうも。あれ何話したっけな忘れました。はいすいません。ふぅ最近認知症に近い感じですね話してる内容すぐ頭から飛ぶんですよ。ちょっとねチーム倒すときに荷物いっぱいあると邪魔なので、まあ、いらないものは捨ててよし戦おう。で鶴のチームはね正直キルしづらいんですよね。ちょっと一応いろんな人のレコード見てみましょう。100回優勝とかでもねめっちゃ強い、ああこういう人がいる、まあこういう感じの人が普通にもうめっちゃうまいんで釣り竿をペチペチ当ててきて、こういう人にチーム組まれてると結構辛いですね。はい、でですねさっきっていうか言ったのかなこれは、ですね 5、6回撮影ミスっていうか負けました。あーくそダイヤ剣と鉄剣かな、お遊んでる、よっしゃ、うわキローラついてるかも、クソはまんないな、よし逃げろ、あクソあれ取れてない、お、でもダイヤ剣取りたかったですねくそ、やばい敵来る、まだまだダイヤ剣なんで気を引き締めていきましょう。え、エンダーパール、なぜエンダーパールまあ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 、お、これは倒せるかもしれないですね、まだわかんないけど敵逃げてるんで、あ、こっちから行けないか、あれどこ行った、上から殴られるのはほんと辛い、それは勘弁、あ、でも逃げてる、よし、追い込んだはず、クソ、結構逃げますね、この人ダイヤ剣なのに、
よっしゃ GG。 よしチームキルすることできましたって言ってもあんま強くなかったですね。あ最悪。あでもこれは優勝いけますね。 OK 頑張りましょう。ハックじゃないかと祈ってスタート。まあね、はい、ユミのエイムが高いツナカンくんです。あれ、あ、あっこか。クソ、権利が食われた。ホリデーリゾートは中入ってないと結構雷が降ってくるので逃げられるな。よし、あ、ユミ切れた、最悪。よし、GG。GG。はい、優勝することができました。ですね。はい、チャンネル登録最近してくれる方減ってるので、まあ、自分が動画してないのもあるんですけど、なので、ぜひチャンネル登録をお願いします。ではね、今回はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。